ル始めるよ。レッツゴー、どうもどんこちゃんです。はい、今日はですね、2019年7月一大イベント、そう、土曜丑の日ということで、じゃん、こちらをいただきたいと思います。福岡県の柳川市にあるうなぎの江口商店さんっていうところがございまして、そちらからいただいたうなぎ飯と、そしてうなぎおにぎりをいただきたいと思います。はい、中身は1個2個3個入ってますね。あ、3個入ってるんだ、これ。知らんかった。そしておお。こんな感じになっております。すごいですね。もうあのうなぎがもうお米が見えないぐらいに敷き詰められてますね。こちらはもう温めるだけで、はい、すぐいただけますので、早速温めたいと思います。じゃん、できました。めっちゃいい香りがするんですけど。うなぎ飯こんな感じですね。温める前から分かってたけど、本当に改めて見るとぎっしりうなぎが詰まってます。で、うなぎおにぎりですね。結構1個がしっかりしてる感じで、1箱3ついいですからね。普通はね、多分2人とかで食べるんでしょうけど、今日は全部私がいただきたいと思います。そして本日のドリンクはこちらです。クリア朝日夏日和ですね。なんかちょっと見た目に惹かれて買いました。あ、泡だらけになっちゃった。いや、比率悪っ。黄金比率になりました。それではいっちゃいますか。乾杯。おめでとう。めっちゃ幸せや。あ、すっごいクリア朝日っていうぐらいだから、すごい味がクリアで、すごい飲みやすいですよね。爽快感あるわ。ではいただきます。まず最初どっちから食べようかな。やっぱりうなぎ飯かな。ちょっとこれはね、贅沢だよ。わ、中もね、タレのね、しっかり染み込んだご飯ですね。いただきます。この甘辛いタレとね、でもね、そんなにくどくないんですよ。もうね、口の中で、ね、噛めば噛むほど味がうなぎのぼりで、こちらの味うまい本でございます。でも美味しいしか選択肢はないよね。美味しい。もう今日本当1食目なんですよ。これをさ、もう 100% いや 120% で美味しく食べたいから、もう朝ごはんもね、昼ごはんもね、ってもうこの撮影に備えて空腹にしたんですけど、まあそれは美味しいよね。箸休めにね、たくあんいただきます。うん、いいね。うん、合うね。うん、うわー、しかしこのうなぎの身がめちゃくちゃふわふわしてるんですよ。
で、この焼きたてをね、江口商店さんでいただいた時、あの焼きたていただいたから、もうね、外がすごいパリッパリで、中がふんわりふんわりふんわりで、すごい高温の炭火で焼いてるので、中までしっかり火が通ってるんですけど、外はですね、もう本当に焼きすぎてない、本当にもう絶妙な加減の焼き具合で、カリッわーっていうのが、ね、最高に美味しかった。あ、すぐなくなる。じゃあ続いてはおにぎりいただきたいと思います。おにぎりはやっぱ手でしょ。だから私はもっとちっちゃく感じるけど、いただきます。お上品にいきましょうね。うわ、優しい。お米の一粒一粒にこのうなぎの旨味がしっかり染み込んでますね。身がほぐれて混ざってるから、すっごいもうところどころにうなぎさんがこんにちはこんにちはって現れるんですよ。うん、もう一個食べよう。このタレの中では、私の中では結構あっさり系の方かなと思うんですよ。なんでいくら食べてもこうなんかどっかり来ない感じがしますね。どっちを最後に食べよう。うわー、どっちも最後にしたくない。どうしよう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 。まずでもこのね、1列もう1列ここ食べる。ね、やっぱすごい食べながら考えたけど、やっぱり最後はうなぎを感じて終わりたいから、先にうなぎおにぎり食べて、最後にうなぎ飯にしたいと思います。のまえにたく、あ、うん、まん、おにぎりラスト1個です。やだやだ、終わりたくない。
でもまだこの子がいるから大丈夫か。ラスト1列結構中がぎゅうぎゅうに詰まってるからポコって取りやすい。ラストいただきます。完食です。イエイ、ごちそうさまでした。いや美味しかった。ほんとシンプルに美味しかった。まだいけるね。ほんといける。今月7月は土曜丑の日がございますから、皆さんよかったら精のつくうなぎを食べてくださいね。以上でたんこチャンネルは終わりますけども、皆さんよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたね。